元の完成度が全然違う。この元マジで車にの本当にポルシェに乗ってるみたい。はい、こんにちは、ピカヤですけどね、質問箱になんかねこういうものが来ました。アセットコルサのねモッドでこのね996のポルシェをやってくださいみたいなね話で、実際のデータ使われてるしすげえ難しいからやってくれと。でこれがねそのモッドですね。このモッドね、まあ、この名前で検索するとねこのページすぐ見つかるんで、これがなんか相当リアルらしいってことでやってみたんですけど、いや超難しかったね。でこのモッドね中にねバージョンが2つあってね、リアドライブのバージョンと、四駆のバージョンがあってね、今日はねその四駆のバージョンの方をねやってみたいと思います。肉と四駆があってね、肉と四駆、2003年は肉でね出てるんですけど、どうも多分ねこれねあんまりこう乗りにくかったと思うんだよね。なんでねその2年後ね2005年に四駆でね AWD で出てますね。ちょっとねこれをやってみたいと思いますね。じゃあやってきます。はい、ニュル来ましたね。晴天のニュルですね。これねソルっていうねモッドが入ってて、天候がね結構ねいろいろ変えられる。車ちょっとね今セッティングしてきたんで車汚れちゃったんだけど、これ大丈夫なのこれ。でこれね四駆の方ですね。ただまあ外観がなんか変わってないんだけど、変わってないな外観な。いやすっげえドロドロになってるんだけど大丈夫かこれ。はい、四駆の方ね乗ってきました。まあ内装はね変わらないんだよね。でちょっとね今ね一周走ってセッティングしてきましたね。セットはまあほぼね同じようなセットなんですけど、車高をこれだいぶ上げてやってますね。でリアのバネを弱める方向、フロントを強くする方向がまあ俺は好みで、まあバンプの方もファーストバンプが結構ね強くしないとダメだね。なんか底づくしちゃう感じだから、まあ車高上げざるを得なくて、うん、もうちょっとねフロントのバンプ抑えたいんだけど、ちょっとなかなかねそれが抑えられない感じ、ふわ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 しちゃう。まあちょっともうちょっと行ってもいいのかな。これをもうちょっと行くと多分車高がもうちょっと低くてもいいかもしれないな。今調整するっていうね。あと3ミリ下げよう、こっちも3ミリ下げよう。これでいい感じかもしれない。はい、そんな感じですね。あとはまあちょっと燃料減らしてますね。そのくらいです。うん、ただねエンジンがねリミッターが1000上がってる。まあちょっととりあえずね前のねこの2年前のモデルに乗った動画を概要欄に貼っとくんで、そっちを見てもらって方が違いが分かるかもしれない。外観はね全く変わんないんだけど、モデリングが全然違っててすごいね乗り比べると面白い。なんでねこのモッド本当おすすめですよ。乗り比べて楽しむ感じかな。はい、じゃあねちょっとやっていくで。ほんとねよいしょ、全然違うよ。まあ、ちょっとねセットしたっていうのもあるけど、めっちゃ走りやすいから、もう2年間のねこのチームの進化すごいね。でさすがにこの本当にねモッドの完成度が全然違う。このモッドマジで車に乗、本当にポルシェに乗ってるみたい。すごいわ。あいえガンガン踏んでいける。今日はねちょっと混走の日なんでね。うい、気をつけてね、速い方が気をつけてあげないとね、相手に怖い思いをさせないように抜いてってあげないと。全然違うじゃん、抜群の安定感だけどね、ちょっとねちょっとね、早いなコーナー、結構コーナー早いじゃん。
跳ねるんだよな。なんとか頑張って抑える。抑えるセッティングにしたんだけど、ちょっと跳ねるよ。いやー、きめ細かい操作ができる。眩しいね。これ、ちょっとね、天候晴れにしすぎたかな。周りすごい良くない冬のニュール。まあ、ドイツ本当寒いからね。行くならね、絶対夏がいいと思います。初夏のね、ニュールはいいです。ちょっと待って。危ねえよ。ラインを。さん見てる、はい、元ですけどね。元じゃない、 AI だけどね。AI だけど、あれは元じゃないね、純正だ。あのクソ難しかったこの車が、めっちゃおとなしいもんだ。いや、相当難しいよこれ。でもね、まあ、ちょっとタイヤのセットがやっぱり大きいな。何？コルベットインから行きます。こうやって走るとやっぱレーシングカー全然違うことない。アウトから行きまーす。あ、いいっすよ、いいっすよ。いいっすけど、いいっすけど、そんな慌てなくていいですよ。大丈夫ですよ。はい、アウトから行きまーす。流れる、やっぱこういうとこ流れるよね。はい、ちょっとインから入りますね。うわー、こんなブレーキ残ってても大丈夫だもん。 Z 君だ。この間辰巳で Z にあった。すんげーいい音してる Z。 あポルシェじゃん。ターボかこれ。やっぱ800馬力すげえな。これ800馬力なんだけど、さすがに全然違うな。市販車と全然違う。いやー、ちょっとね、どうせようね、どうしようねこれね。まあ、そんな緩めてくれる。あい、イン入ります。ごめんなさい、ちょっと待てばよかった今。跳ねてね。まあ5だろうな、そこな。いや、すごいじゃん。スキー場みたいだな、本当に。ニュール、よいしょ。いやー、すげえな。下からあるねー、このターボはいい。さあ、ここからワインディングね。そんな感じ。
とするぐらいの速度ではない。アンダー出ないんだ、ここ意外と。うわ、ここアンダー出ないんだ、意外とね。はい、よい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 。やっぱこのぐらいの、このぐらいのアップダウンになると車が暴れるわ、めちゃくちゃ暴れる。すげえ邪魔なんだけど、はい失礼。ね、乱れるんだ、中入っちゃうと。すげんな。いや気持ちいいわ。普通に走ってるけど、ここまでセット出すのはね、相当大変だからね、これ相当大変、本当に。もうなんかいろんな車いるのかな。いやいいね。気持ちいい、気持ちいいっす。さあ戻ってきた。これは早いよマジで。早いって。いやー面白いね、最高やん最高やん。ちょっとね一個だけ面白いのは、さて2、3でオーバーレムするとね、ここから2入れるよ。ほらちゃんと赤いのがさ、9000回転まで回りましたよって。終わっちゃったけど。はい、いかがだったでしょうかね。やってきましたけどね、いやーかっこいいね、このモデルやっぱいいね。おすすめしてくれてありがとう。またねなんかねこういうのいいよとかっていうのを情報があればね、俺ほんとわかんないんだ、コミュ障だからね。なんかねコミュニティに入っていけないからね俺。こっそりね教えていただければ助かります。はい、いかがだったでしょうかね。またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。